浜辺美波初キスシーンの感想は。映画思い思われ振り振られの PR イベントが行われ、浜辺美波さん、北村匠海さん、福本莉子さん、赤楚衛二さんが浴衣姿で参加しました。人気コミックを映画化したこの作品は、4人の高校生の男女の切なくすれ違う恋模様を描いています。そして浜辺さんが初めてキスシーンに挑んだことでも話題ですが、浜辺さんに感想を聞くと。そうですね、自分からのキスじゃなくてよかったなっていうか、なんかどんなんなんだろうみたいな、テストってチューするのかなみたいなとかでもすごい北村さんはもう、あ、じゃあこれはしなくていいんですね、わかりました、じゃあ本番だけやります。そんなんじゃないでしょ嘘、そんなんだった。そうでした、そうでした。そんな北村さんがキスシーンに臨むときに気をつけていることは。まずしっかり歯磨きをすること。リアル、しっかりそういうケアはしっかりする。抜かりのない自分で向かう。そして、適度に緊張するという、はい。イベント終了後、4人にインタビュー。浜辺さん、この作品もともと原作のファンだったと伺ったんですけど、はい、自分がこう演じることになると決まった時の気持ちどうでした？もうギリギリ間に合ったなって感じでした。え、やっぱりこの時、その決まった時はフリフラの漫画が完結してなかったので、完結してから映画化するってなったら、私ギリギリ高校生もう無理かなみたいな思いがあって、あ、よかった、ギリギリこのキャスティングの時期にまだ18とかでみたいな、もうほっとしましたね。あ、加速も20 当時24、4までは多分いけると思う思いたい、ごめんなさい、ごめんなさい。そして予告で印象的に使われているのが、北村さんが口に指を当てるこのシーン。原作でもファンが多いというシーンですが、北村さんに感想を聞くと。あれ一発 OK だったんですよ。おお、いや、そのイケメン王子とか